はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の野望武将奮録70回目を迎えることができました。いつもお付き合いいただきありがとうございます。深く御礼を申し上げたいと思います。で、前回の続きですので、こうですね、陸前へ攻め込みたいと思っておりますね。で、兵力ちょっと確認実はしてないんですけども、まあなんとかなるかなって勝手に思い込んじゃってますけど、そうね、まあ400でもいいかなとは思っとるんですけど、よいしょ。で、これでいきましょうか。300鉄砲の騎馬100でね。ほい。で、ここはね、松永の久道さんに、ちょっと、面倒見といてもらおうかなと思います。あ、伊達から援軍が来たね。ああ、籠城したか。いや、配置は任せません。信長さん、光秀さん、半兵衛さん、官兵衛さん。はい、あ、来た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 。うん、かねてよりの約束ね。はいはいはい。お、塩屋さん。これは聞いてないぞ。まあ、ありがたいけど。おう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 。とりあえずね。はい、待機開門するかどうか、もう行っちゃおうかね。ほい、減る減る。で、こっちはね、行けば早めに終わりそうな気がしますね。まあ待機しとこうか。まだ援軍来てなさそうなん、来なさそうなんで。あ、来た。あ、いきなり逃げてったね。何したかったんだろう。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。止めときましょう。で、彼に入ってもらいましょう、中に。で、官兵衛さんは、あ、届くね。で、もう弱ってるから、そのまま打ち切っちゃいましょう。おい逃げようとしたら捕まえた。早かったなぁ。ほぼ消耗なしでしたね。二人も寝返ってくれましたからね。長野さんは戦闘力があるね。はい、お助けをと言ってるので召し抱えます。この人は逃がします。はい、あ、加賀か。そうですね、ここはちょっとお米買いさせましょうね。もうちょっとあっさり終わったんで、頭の中の整理がついてない。意外とあっさりってこんな感じで終わるのかっていうのはね、ありましたけどね。最上義満さん真横にいましたからね。これで、あ、行動力10か。ちょっと、陸前の様子ですね。うん、84、80ね。最上さん84の塩屋さん80、中精度。で、長野さん54。まあ、まずまずですね。うん。よかった。はい、伊賀。伊賀も、そうですね。もう国力いっぱいなので、鉄砲製造中だし。米買いですね。
700ずついこうか。2100ぐらい変えればいいかな。はい、こんな感じでどうでっしゃろか。はい、感じですね。はい、ではですね、ではの国は、そうかそうかそうか、訓練が先必要か。じゃあ訓練行って鉄さんにさせて、で、あとの行動力は、町投資ですね。を、もがみ、よしもりさん。うん、民長も上がったので、OK ですね。はい、いいようですね。ここから、ちょっと三国を睨んでます。37の秋、39の長と、44の文豪ですね。なので海戦になりますので、もちろんちょっと大切な場所ではありますね。とりあえずちょっと兵力と鉄砲揃うまではしばらくここは待ちですね。うん、まあ95に上がったから今月もいいでしょう。はい、越中。あー、そっか、国力上げれないからね。もうメンバーができないので、影勝さん100、はい、で移動させましょう。越後で宇佐美さん、影勝さんで、あー、本町さんやめとこう。ごめんなさい、もう一回やり直します。うん、小島さん行かせようか。これでいいですね。あ、森さんも移動させよう。鉄砲だけ持っていきましょう。はい、伊勢は米買いですね。国力の回復も大事ですけど、あ、ちょっと待ってね、鉄砲、あ、作ってなかった、アップない。じゃあここで米買いですね。うん、こ、ん、はい、わかりやすいように800、もう一回いけるかな。あ、いけそうね。はい、こんな感じでどうでしょうか。ああ、いい具合ですね。おおお、鹿之助さん投稿してきた。おお、ラッキーラッキー。はい、薬買います。ありがとうございます。稲葉2000の琉球さんは合いません。備前に須田宗久さん、どうしようかな。持ってたよね、確か。チャッキー誰か。まあ、ええか。やめとこう。まあ、松井さんもいい。カノエトクさん。これは合う。いけ。よし。30兆出来上がった。45兆出来上がった。60兆出来上がった。75兆。90兆。あー、大きいですね。さぬきですね、ちょっと軍備を移動させましょう。軍事で輸送の、イオで、金は、うん、いい。米もいい。兵力109で、鉄砲107で、香川さん、はい、いってらっしゃい。で、残り行動力114か。まず、そうですね、篠原さんに、はい。で、城主もやっときましょう。民長上がんないね。キーですね。そうか。鉄砲も作ってる余裕ないから、とりあえず町投資をさせて、
らいしかできないんですよね。兵士兵力100切ってるし。はい、三好さんのとこですね。ここは、あ、そうかそうか、蘇王さんにまず訓練させないとダメですね。はい、96で残った行動力で町投資岡さん上がんない、上がんないけど、ちょっと行動力を考えてここはステイですね。で山城製造中、民中がね、どうしても訓練でもさせとこうか。で、あとはガモさんに町投資87変わらず、マロさんによいしょ、あ、これでいいか。ちょっと位置足りなかったけどね、仕方ないですね。越中、武将移動した後ですね。でここで本願寺さんに鉄砲を作らせようとします。しばらくここが本願寺さんで製造工場扱いですね。で国力上げれないので、影信さんと芦名さんを100ずつ与えればいいかな。うん、これで100なるでしょうね。影信さんで、鹿之助さんどっかに来たよね。どこなんだろう。34か、あ、ここだ。あー、まあよくぞ来てくださいましたって感じですね。丹後、あー、ここか。ここはしばらく、まあ、米買いしとこかな。これで行動力は98か。もう一回買っとこうか。はい。これで、ね、動けないですからね。ここも民中そんな高くないんですよね。あ、製造中。ってことはもう、はい。で、もう一回、もうそろそろね、999になりそうですから、いけそうですね。さあ越後ですね。直江景綱さんだけかな。よいしょ、あ、来た来た来た。これでこの方も100になりますね。で鉄砲作成は、そうですね、もう金継さんでいいかな。で残り行動力が61か。ちなみに鉄砲を消耗すると80か。じゃあダメですね。まあ飛ばしましょう。はい、陸前本国ですね。あ、行動力結構ありますね。あ、そうか、先にあれだ、褒美やっとかないと。長野さん500、はい。で、塩屋さん200、もがみさん150、はい。うん、感じですね。で、あとまたメンバー呼んできて、今日を吐くかな。米がもったいないね。領地一覧でちょっと少ないとこに。あー、能登は遠いな。飛騨も遠いな。
越後にちょっと3000ぐらい持っていっときましょうか。輸送越後、金はいい、米3000、はい、兵士もいい、デポもいい。で、塩屋さんにやらせましょう。はい。で、残った行動力で、うん、こんな感じでね、手を挙げてくれると。お、もう一回。はい、あれ、はい、来た来た来た。ですね。あとはそうね、外交だな。光秀さんで、うん、どっち行こう。どっちというのは長宗壁か伊達か。伊達でいいや。ほい、この前は茶器送ってきましたよね。あー、お姫さん送ってきましたね。で、行動力なくなるからパス。はい。で、カーガーですね。鉄砲から作りましょう。もうね、やることなくなりましたね。まあ行動力少ないからこれでいいでしょう。あ、また水着もしてくるかな。はい、いただきましょう。で、摂津ですね。ここもダメージ痛かったですね。あー、製造中か。どうしようかな。はい、タミチョ上がんないね。困ったぞ。とりあえず、あとは移動ですね。さぬきに三好さん2人。はい、76だけ持っていこうか。で、鉄砲、はい。で、美濃ですね。ここだけはね、どうしようもないね。製造中。うん。もう一回金山ないかな。ああ、なかったね。はい、伊賀ですね。伊賀ももうこれ以上は米買う必要ないので、ああ、製造中か。だったら、金山、ない。はい、ではですね。ここは訓練から一徹3。はい。で、残りはどうしようかな。もう商業上げれないし、みんな100だもんね。うん、じゃあもう飛ばしちゃおう。はい、単語。単語は教育の現場ですので、今月は木島さんのお二人ですね。はい、ヤマト。ヤマトも、米買え、どうしようかな。一回だけ買っとこうか。激安ではないですけどね。5000にして終わりましょう。はい、稲葉ですね。まず、鹿之助さん。500ぐらいも与えちゃいます。おお、100にならない。あっそう。鹿之助さんで76か。立原さんで67なんで、立原さんに作らせて、で、あとの行動力は、あ、よいしょ、手上げて。はい、よいしょ。もう一回お金あげた方が早いかもしれないね。で、ハリマか。ここは、みんな100なので、とりあえず、町投資をやって、地道に、
上がってくれれば、あ、上がったね。もう一回でもやっとこうか。おい、90まで上がりましたね。で、ここが戦力揃ったので、もうちょいですね。700ちょっと兵抱えようかななんて思ってます。なので兵雇用ですね。教養のある方で91にして700、はい。で、兵施しで秀吉さんで184上げればもう十分でしょうね。で、訓練孫一さん、はい。で、はい、これでいいね。これで攻める準備できましたね。400持ってて300残しでも全然十分対応できるんで、秋を攻めてもいいかもしれないですね。伊勢か。あ、製造中ね。だったら治水だけ上げときましょう。で、飛騨ですね。飛騨もそうか。今、民中90なんですね。あ、製造中か。もう一回パスしましょう。はい。あわ。どうしようかな。ちょっと安いんで米買っときましょうか。あ、その前に。あ、やっぱり忘れてた。あー。お金回してこないとダメですね。ここに財力が全然ない。とりあえず米ちょっと2回分だけ、あ、1回でいいか。287、これで1000ちょうどでしょうね。この状態で1回飛ばしましょう。はい。で、終わりね。終わりももう米買わんでいいかなとは思っとるんですけどね。製造中。で、とりあえず治水を。まあこんな感じかな。で、余裕が、あ、余裕あるね。じゃあ、奥山さん。50ぐらいまでは多分いけるとは思うんですけどね。で、ここか。越前ですね。越前も治水だけ上げて終わらせましょう。あ、そっか、教育やればよかった。忘れてた。加賀に山市。はい。じゃあ調べてもらいましょう。11回。飛騨にはいらないね。丹波もいらない。45兆、うん、こんな感じですね。ここも全員100になったよね。じゃあもうちょっと兵力を整えてからになりますね。ここも民中100なのでしますか。100、100で400、200でもいいかな。兵雇用ね。畠山さんにさせよう。で、300いきましょう。安いから。で、残りで、まず、兵施しですね。で、これね、影勝さん。
で180でどれぐらいになる？あ、84か。あんま上がらんかったな。あと誰だ？北条高弘さん。こんな感じでいいかな。はい、まず鉄砲作りからですね、ここは。で、町投資をマロさんにお願いして、上がらないね。まあ、ここもよく87までもう復帰できたなっていうのは正直な感想ですけどね。あの、民中のことですけどね。もうでもやることないから、はい、パスですね。で、どこだ？阿波か。移動できんのかな？35国。あ、いけるいける。三好さんのお二人。で、金もいい。兵力もいい。鉄砲もいい。はい、行きますよ。で、あと、軍事ですね。輸送で、伊予へ。76の、30、まあ鉄砲ちょっと100丁だけね残しときますね。で残った行動力で町投資、OK ですね。はい、ヤマトですね。ヤマトはもう今回パス。はい、稲葉ね、もう鹿之助さんに50与えて、はい、で、あと、はい、あんまり上がりにくいね、この人も98。まあ兵連れてきてくれたからね、助かりましたね。ここはですね、おお、これでいいかな。はい、一斉製造中。そうですね、チスヨンリーでいけますね。で、香川ですね。香川も完全に満タンなので、鉄砲だけ、あ、作れないか。じゃあ採掘して終わりましょう。はい。あ、問題ここね。とりあえず、はい。で、治水を同時に。上がらないね。民中が94のままですね。まあ仕方ないですね。で、本国ですね。では今回ここまでにさせていただけますでしょうか。信長の野望武将奮録70回目ということでございます。まだまだもうね、しばらくは続きそうですね。今後ともよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。では皆さん、さようなら。